桐生市立商業高校の皆さん、カメラとマイクをオンにしてください。お願いいたします。あ、登場しました、はいはい、よろしくお願いいたします。お願いします。よかった、声が聞こえました。それでは準備はよろしいでしょうか。はい、はい、はい、よろしいですか。はい、それでは行きますよ。お願いいたします。共有したら、これから桐生市立、早くね、行けない、おこれから桐生市立商業高等学校の発表を始めます。只見線の歴史。只見線は昔から多くの人の足になってきました。現在は東日本大震災の影響で利用者が少なくなってきました。全線再開に至るまでに11年頑張ってきました。再開したときは多くの人が喜びました。只見町は只見線にみんなで手を振ろう条例があり、只見線から見える景色はとても綺麗な嬉しい気持ちになります。あらゆる立場の人が只見線を愛しているので、復旧作業にかかるお金については多くの人が協力しました。次に私たちは地域で抱えている社会問題に着目しました。福島県だけでなく日本全体で高齢化が進んできています。特に福島県は高齢化が進んでおり、過疎化も進んでいます。これらの理由から人口が年々減ってきてしまっています。高齢化、過疎化、人口減少を抑えるために私たちが考えたのは、学生や社会人などの毎日定期利用する人を増やそうということです。地域の過疎化を解決するためにはどうするべきか考えを話し合った結果、定住者を増やすという意見にまとまりました。なぜ定住者を増やすのかというと、2つの理由があります。1つ目は、第2回の学習動画にて会津大学の高橋教授が若者の流出が問題になっているとおっしゃっていました。ということは、流出を抑えるためにはより利益の上がるような働く場所が只見線付近に必要ということになります。2つ目は、実地研修の際、金山町で話を聞き、電車の利用者が増えるだけでは町にお金が落ちないということを知ったからです。利用者だけでなく働く場所を増やし、本社を福島県に置けば法人税として福島県に税収が入ります。したがって本社が福島にあるサービス業があれば良いのではないかと考えました。そうすれば本社の人や労働する社員も福島県に住み、その家庭や子どもも電車を利用すると考えました。定住者を増やすメリットは、旅行観光客よりも定住者による定期券購入の方が利益が出るところです。先ほどの話のように、魅力的な雇用場所が只見線付近にあれば、そこで働く人が増えるので定住者も増えていきます。しかし利益が出なければ人は住むことができません。そこでこのようなものがあります。皆さんは6次産業のことをご存知ですか。6次産業とは、自身の生産物を食品加工を行い、販売や流通までを生産者自らすることです。自分で作った農産物やそれを加工した商品を直接販売することも6次産業です。例えばトマトを生産してスーパーで1個90円で売っても、生産者の方に入ってくる利益はそこまで大きくありません。しかしレストランでトマトを切ってドレッシングをかけて売ると、約400円で売ることが生産者の方に入る利益が多くなっています。そこでサービス業で売ることで利益が多く出ると考えました。地域活性化のために3つのアイデアを提案します。グランピングはテントの設置や肉や野菜の加工、料理を提供することで利益を出すことができます。例えばお客様にすぐにバーベキューができるように、あらかじめ肉や野菜などを切っておき、単価の準備をしておくだけで
炭火の準備をしておくだけでオプションメニューにすると利益が出ます。さらにお客様のお肉や野菜を焼くサービスもオプションとしてつけることでさらに利益が出るような仕組みにします。他には鎌倉体験やジビエを用いた食事を提供します。鎌倉体験で地域の食材を使った鍋などを提供します。只見線付近が自然豊かでそれらを観光資源として使います。スキー場は夏にリフトで頂上まで登り、誰でも涼める場所にします。また、芝生の上をソリで滑ることや、グラススキー体験を提供することで利益が出ます。自営業のレストランは、福島の野菜や果物を使って、そばやソースカツ丼などの名物料理を作ることや、ラーメンの上に地元の野菜を乗せることです。まとめとして、1つ目はグランピングで夏場のスキー場をグランピングの場所に利用したり、バーベキューに使う道具を貸し出したり、食材を提供する。2つ目はスキー場でグランピングで利用した場所は、冬ではスキー場として利用し、来てもらう。3つ目は自営業のレストランで、福島では美味しい野菜や果物がたくさん取れることを生かし、地産地消することを目的としてレストランを展開する。福島の雪が多く降る気候や野菜がたくさん取れることを生かし、人が訪れるような場所を用意することと、家族連れをターゲットにして定住者を増やすことに着目しました。以上で発表を終わりにします。ありがとうございました。拍手届いてますか？聞こえましたかね？拍手、大きな拍手が届きましたよ。はい。群馬県から桐生市立商業高校の発表でございました。それでは審査員の長澤さん、感想などお願いします。あ、声入ってますか？はい、発表お疲れ様でした。長澤と申します。ですね、私はまず驚いたのが、やっぱりどうしてもこう只見線活用っていうところで観光、もちろん素敵なので観光に目が行くところが多いんじゃないかなと思っていたんですが、まさかのこの都市一極集中をね、解決できるような定住者を増やすという長期的視点に立ってるっていうのがとっても面白いなと思いました。只見線の活性化を考えるっていうことは、つまりは地域の活性化を考えることなんだっていうふうに考えが、思考がつながったっていうのも、私は素晴らしいなというふうに聞いていて感じました。またこの定期購入者の方が利益が出るというところも、こう単なる観光一過性のもの、打ち上げ花火のように終わるんではなく、こういかにこう地域が自力をつけて、そして只見線が続いていくかということを本当に深く考えられたんだなというふうに感じました。またこの地域の魅力を生かすというのもとても素敵だなと思って、雪が多く降る気候、そして自然豊かな地域で野菜がたくさん取れることを生かして、グランピングとかスキー場、また自営業のレストランというところもとても素敵だなというふうに感じました。やっぱりこの地元で取れたものを地元でいただくっていうのは、私も結構ロケとかで全国行かせていただくんですけど、一番の贅沢なんですよね。なのでその地域でその地のものをいただくっていうのが、その地域をますますこう魅力的にしていく力にもなりますし、いろんなことがこう複合的につながっていって、より素敵なこうご縁が生まれていく発表だったんじゃないかなと思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。長澤さん、ありがとうございました。群馬県から、ね、そうやっていろいろ考えてくださったということ、本当に福島県民としてとても嬉しく感じております。結果楽しみにしていてくださいね。群馬県からの参加、桐生市立商業高校の皆さんの発表でございました。